みんなの幸せがみんなの幸せだったらいい。なんか総理大臣になりそうな人のナンバーワンにもなって。皆さんおはようございます。クレモナモダンタンゴラボラトリのフルートのゆきです。今日はなんと私がバンドマスターのピカリンにインタビューということでやっていきたいと思います。久保田ひかりさんです。おはようございます。おはようございます。クレモナを法人なりすることになりまして、その心境。なるほど。クレモナラボ株式会社っていう名前にしようということが、メンバーの間で決まったんですけど、自分の中学の時の卒業アルバムの中に卒業文集みたいなのやらない方ありました。卒業文集の中のランキングで将来社長になりそうな女子ナンバーワンダントツやった私。なんか総理大臣になりそうな人のナンバーワンにもなってた。けどなんかそういう流れになっているなという感じで思っていて、でもなんか自分自身としてはなんていうかそんなでかいことになると自分では思ってなかったところがやっぱりあって、やっぱりねその日暮らしというか、もうほんまに目の前の演奏会をこなしたりとか、目の前でやらないといけない焙煎をこなしたりっていうことをずっとやってきただけだったので、なんかすごい将来のビジョンってやっぱ難しいなと思ってやっぱすごく思っていて、でも今回その事業再構築補助金にしてもそうやし、アーツ・フォー・ザ・フューチャーにしても計画書を立てないといけなかったんで、事業再構築補助金なんか3年後の計画まで立てないといけなかったんやけど、そこで従業員を何人増やすかとか、どういう売り上げをさせていくかみたいな話も全部やらないといけなかったで、なんかこう自分の中ではなんかどこまでやれるかなという、この資金面にしてもそうやし体力にしてもそうやしすごく思っています。で今池田商工会議所に勉強に行ってて、で、そこで先生が言ってたのは3年後に必ず倒れると、一人で無理してやってると社長はその予言ちょっとやばいなと思ってて、倒れたら森脇に社長変えようと思ってます。いやでも本当にバンドマスターがいなくなったら本当に今クレモナーが成り立たないので、いや成り立つと思う、いやいや成り立たないので、なんか一回ねコンサートの前前日かなんかに倒れて、でもどうしようってなってたんですけど、ね、これからは確かにちょっとしっかりしていかないと。いや森脇は私思っているのはなんていうかな、もうすごい安定感だよ。この前あやめも言ってたけどもうなんかもうそこにいてくれたらいいからっていうタイプの人いると思うんですよ、チームには必ず。でそういうタイプやからでたまによ「先輩寝てますか?」とか「先輩なんか手伝いましょうか?」って言ってくれたらそれで OK。 頑張ります。クレモナの法人なり株式会社になって、で具体的にまたでも結局目先のことをやっぱ丁寧にやっていくことから始めたいなと思っていて、例えば今、ピアニスト反田恭平君、この前ほんまに昨日か一昨日ぐらいに株式会社にするって自分のオーケストラをね、で自分のオーケストラで株式会社って初めてない、それすごいなって私も思って、でやっぱり見たら若手アーティストだから、そのオケに入っているメンバーのなんていうフォローというか、マネジメントみたいなのを中心にやるみたいな風にビジョンが書いてあって、そういうのはちょっと違うなと思ってて、で私は今4人と監督、そして家族とスタッフがいて、そうやってチームを組んでいるわけなんだけど、とりあえずみんななの幸せがみんなの幸せだったらいい、この自分の周りの人たちの幸せがお客さんの幸せになったりとか、コーヒー、コーヒーのお客さん、音楽のお客さんの幸せになったらいいなっていうのが思ってて、だからなんかこう全員幸福にしたろうっていう、なんかそういうのじゃないねん自分の中で。なんかその本当に目の前にいるお客さんとか、目の前でコーヒーを飲む人、買う人に対してその喜びを作っていけるので、なんか自分のできることって精一杯なんちゃうかなっていうふうにすごく思ってます。だからね、なんか株式会社ってでかい名前なんてビッグな感じするけどなんかイメージよりもっとこじんまりと自分の中ではするのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱりこう音楽とコーヒー、をこう一緒にやっていく。で、私の中では別に不要不急なもんやっていう話をこの前ましたけれども、そのなんかそういうもんでしかないからさ。今度8月にレコーディングが4枚目になるんですけど、もうそんなになるやんねすごいね。なんか1枚目ものすごい詰め込んでやったなっていう。そうで、信じられへんぐらい曲数取ったと思うそうめっちゃ取って、でも同じ時間で半分の曲数しかないのに消化しきれへんかった曲もあったなっていうふうに思ってて、で3枚目もそれちょっと若干慣れてきて、計画は立てたけどギリギリやったなという、すごいそういうせめぎ合いの中からずっと曲作りをしてて、でなんか私の感覚としては、自分はみんなをこうブースから見てるわけよ。みんなは私しか見えない状況でやってるんですけど、なんかその姿勢というか、こう音楽と向き合ってる姿っていうのがやっぱりこう会議を重ねるごとに、あ、この人たち真剣になってるわってやっぱりレコーディングもシビアになってきているというか、やっぱ初めはレコーディング用のなんかこう演奏やったのが、なるべく自分たちの等身大の演奏、その飾り気のないって言ったらいい言い方で、飾り気のない演奏をこうやろうっていう、そこでアンサンブルしようっていう感じになんかなってきたなっていうふうにすごい思ってて4枚目っていうのは、そのどんなアルバムにそうやな。1枚目2枚目ってアマゾンでも流通に載せなかった CD があるんですよ。でこれは概要欄にリンク貼ってるんでぜひ1枚目2枚目買っていただければと思うんですけど、これは私は手紙付きで送るんですけど、3枚目はやっぱりアマゾンねとか、流通に載せて初めてバーコードを取って、やってで4枚目になってで、3枚目ブエノスアイレスの式をやっていて、ピアソラのすごいこう孤独感に向き合うような1枚になったんちゃうかなって私はすごく思っているんですよ。で4枚目は「ラ・カモーラ」っていうピアソラの最晩年の傑作に、100周年っていうのもあってやっぱ挑みたいなというふうにすごく思っていて、でやっぱ「カモーラ123」で全然こう毛色というか全然違いますね。でやっぱり私たちの中のアレンジも1から3までって2年3年ぐらい多分かかってやってるので、なんかこう自分たちのとこ実力の上がり方もあって、どんどん楽譜が難しくなっていって最後ギュッと凝縮された、なんかこうクレモナとピアソラのこう融合というか。マッチングを楽しんでもらえるというか、なんかね本当にもう何人で演奏してるか分からへんって自分でも思うことがあるのよ最近すごくね。だからそれを表現できたらいいなっていうふうにそう思いますね。あと一つ最後に聞きたいことなんですけど、なんか演奏会に近づくにつれてやることが忙しくなる、コーヒーとかね、チラシのプログラムを作ったりすることも多分あって忙しくなるんですけど、そういう時にどういう練習をしてるんですか？コンディション常にもうイメージトレーニングをしていて、私本番前の私をルークカフェで見てもらったら、ずっとブツ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 歌ってんねん。あれとレードしどうしらしいなとか歌ってて、もうずっとブツ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 言ってて、夢に出てくるぐらいアンプしてる。ああ、歌ってやん。そう、私歌ってアンプするタイプで、なんかミンコとあやめはこう暗記パンみたいにこうスクリーンショットして覚えていく、楽譜のこの辺にこれ書いてあったみたいなの覚えていくって言ってたけど、私はもう完全に歌で覚えるのよ。多分使ってるのお味噌と意識が違うと思うんです。森脇はちなみに、私はレンテルバンドをまず覚えて。なるほど、積み上げ式になるほど。まあそんな感じでやっています。すごいこう頭忙しく動いてるので、あんま話しかけられてもこう答えないような時があったりもするけど、イメージトレーニングをしながら、練習に励んでいます。こんなことで、なんかこう次回はあやめちゃんが私にインタビューするというのを、次回もなかなか珍しいはいお楽しみにしてください。それでは、いってらっしゃい。いってらっしゃい。